今現場に向かってるんですけど、今渋滞にそろそろね今入ってくる感じなんでね、ここでご飯タイムですよ。はい、渋滞入りました。食べます。チャーハン、サバ缶、チャーハン、 MCT オイル、チーズ1枚。 MCT オイルを入れることによってすごく濃厚になるんですよね。すげえ、めちゃめちゃうまそう。いい匂い。しかもね、6種の野菜ですからめちゃめちゃ取れますよ。野菜が 300g、 うまっ。サバ缶のもう味ですね、完全に。味噌のね味付け、そんだけ、何にも皮入れてない。うめえ。一回止まったら食べるんですよ。これこのチャーハン最強でしょ。すごいうまい。野菜でビタミン、ミネラル、食物繊維、サバ缶のオメガ3、MCT オイル、これも良脂質、中鎖脂肪酸。いいね。ゆったり渋滞しながら進んでるんで食べますよ。すごい匂い。卵焼きの匂いとホットケーキの甘い匂いがする。ホットケーキパンケーキ。ああ違う。プロテインパンケーキ。すごいね。この感じだったらプロテインパンケーキは普通に食べれるからね。こうやってね。ペラペラペラ。ん？おお。うん。美味しい。やっぱカカオ乳を入れると食感が楽しめるからいいんですよ。うん。だし栄養価も上がる。カカオ乳は 100%、 ほぼ 100% なんかカカオ乳だからね。チョコレートって感じですよ。そこへの板チョコと、板チョコとはわけが違いますよ、栄養価の違いがね。プロテインパンケーキの甘さとカカオ乳のね、カカオの感じがいいですよ。カカオニブだけだったらさすがにまずいんですよね。うん。休憩中なんで小腹が減ったんで食べます。すごい。うん。おお、なんか甘い匂いがするな。あ、ホットケーキの匂いだ。一緒に入れたからだね。よし、タコスミートのオムレツ、納豆が入ってる。そういえばそうだ、ダメだな、パンケーキ一緒にいるんじゃなかったな。臭いわ。臭いわというか、これがちょっとタコスミートの辛さの匂いが漂ってんだけど、の甘さも一緒にある。なんかなんだろうね、どっか外国系のレストランつかお店行った時に食べる、なんかさ変な感じの味あるじゃないですか、日本っぽくないやつ。そんな感じ。うん。あ、味は美味しい。めちゃめちゃちょうどいいわ。あとスライスチーズがちょっと入ってんだっけ。納豆も合うね。やべ、うめえ。すごい、こんな感じです。今1台出ました。うまっ。とりあえず半分。あー、食べるとね食欲引っ張られるんだよな。美味しいもん。ちょいちょいちょい。タコスミートハマった。さっき買った、ローソンで買ったね、淡路島海塩の国産鶏サラダチキン。これ美味しいんですよね。糖質ほぼ 0.2、 食塩も少ない 1.2 でね、柔らかいの。なんかサラダチキンによって柔らかさって結構違うんです。結構かなり違うんですよね。うん。まあその同じやつだとしても当たり外れがあったりするんですけど、違う、これローソンじゃない、ファミマだな。ファミマだ、ファミマ。ファミマのサラダチキン美味しい。
柔らかいもん。バサバサじゃない全然。一番絶対美味しい。ファインワンのグリルチキンとかも美味しい。ファインワンはいいね。サラダチキンね。ファインワン好きだね。ファインワンとローソンが好きです。ファミリーマートでグリルチキン買ったんですよ。これさ、袋いらないですって言った時に商品にシール貼るでしょ。なんでこれバーコードのとこにさシール貼るんだろうね。マイフィットネスパルでね、俺カロリー計算アプリで、これねやってるからさ、これ読み取れなくて邪魔なんだけど今ツイッターにもつぶやいたんだけどさ、ファミリーマートのグリルチキン炭火焼き鳥味、これめっちゃくちゃ美味しいですけど、いかんせんね糖質が高いんですよ。 7g です。ケトジェニックだとすると敬遠されがちですね、これは。まあでも自分はケトジェニックではないんでね、ロカボーな感じなんで、これぐらいは全然許容してるんですけど、これ美味しいですよ、おすすめです。